か違う場所は初めてじゃない。何が違うかな、レコードも前で、どうしても違う。課題とかもでもブログ形式ですぐ載せることもちゃんと、うん、例えば Wi-Fi がつながらないところ最初例えば教材ダウンロードして後で見るってことだけ必ずインターネットの接続が必要ですかって。インターネット通信安定の方じゃなくて Wi-Fi とか安定のグランデの音つけあ、그러면안되는거예요우선은이제인터넷이기반이돼요이제는상태에서네트워크가使えない環境だと見れない。全く見れない。最初にダウンロードしといて後で見るってこともできない。그러니까예를들어서파일같은경우는다운로드해가지고인터넷이되는환경에서보거나그런건또안되는거예요아니인터넷이안되는환경에서볼수있게다운로드일을해놓고하는네이프로그램자체가접속하는게인터넷이있어야지접속이가능하거든요그래서프로그램을제가넷전이접속이신할때미래나이렇게다운로드모니터시스템을사는거예요iPhone 版もあるかって。あ、今 iPhone 版なんですよ。いえいえ。あ、それもある。韓国では아직발매안됐잖아。あ、예、iPad 아직지금11월에나온다고제가알고있거든요。韓国ではまあ発売されてないから11月の発売。